安村豪知安村豪知から1901年10月30日は、江戸時代後期から明治時代にかけての医師。青年期に長崎養生所で西洋医学を学んだ後に土浦範囲を務め、県下西洋医術の尖閣者と評されている。土浦藩領の日立国に伊はり群を村の福岳に生まれる。なお、白野と言い,い、後に高知とした。 幼児より頭脳明晰であったと言い,い、1854年、医学を学ぶために11歳で、武蔵国府中の本田ダサトシアンに弟子入りする。その後、江戸の寺門政権、横山古山に主文を学んだ。1859年、17歳の時に、非全国長崎でより高度な医学を収めることを志したが、死である本田や家族からは、 長崎で外国人から医学を学ぶことを許されず、黙って家を出たために旅費に苦しい旅だったという。長崎に着いたコーチは長崎養生所に入学し、当時江戸幕府の養成で来日していたオランダ海軍軍医のポンペと同陸軍軍医ボードウィンと出会い、本格的な医学教育を幕府の公認で受けることができた。1864年に長崎から土浦に戻ると、 土浦範囲の名跡である安村家を継ぐことを命じられ同範囲に就任した。その後、母親戦争では官軍の軍医として従軍したこともあったという。廃藩治験後は故郷の沖宿で人々の治療にあたり、1882年には沖宿に3階建ての診療所を建てた。安村郷地の墓1901年10月30日死去、去年54歳。 墓は、霞ヶ浦を望むことができる、観音山と呼ばれる丘の上にあり、土浦市指定史跡にも指定されている。ありがとうございます。